みんなごきげんよう。秘密のアイプリブのカオチです。アトです。ワカナです。よろしくお願いします。なんか今日めっちゃ反響しない？めっちゃ飛んでったね。ねそうだね。私たちは秘密のアイプリブ。アイプリが大好きでアイプリライフを自由に楽しむ部活です。イエーイ。8月1日木曜日から始まる秘密のアイプリ3弾を紹介してもらうぞ。やったー。3弾でも新しいカードがたくさん出てくるんだけど、今回遊んでもらうのはこのカードだ。わー、アイリさんだ。ティーリンさんもいる。アイスマイリンのライブはアニメでもやってないのに私たちが先に見ちゃっていいの？もちろん。誰よりも早く遊んで魅力を伝えるのもアイプリブの立派なお仕事だからな。やったー。それじゃあみんなバッチリ頼むぞ。おー、よーし。それじゃあ今日はアイスマイリンのネバギバラバーで遊んでいくよ。イエーイ楽しみ。ねえ、楽しみ。初めてだよね。ねえ、初めて見るよね。どんなライブになるんだろう。ドキドキする。カード何かな。そうだね、カードないかな。カード何かな。どんなカードが出てくるの。ああ、ニコちゃんの爽やかマリンです。かわいい。めっちゃかわいい。夏だね。え、いいね。ミラクルムーンのコーデだ。そうだ。ねえ、めちゃくちゃかわいい。船です。船だね。海と写真撮りたい。見たい見たい。見て見て見て。やった。じゃあ今日はこの、アイリさんのレインボーキャンディーバズリウムで遊んでいきます。かわいい。めちゃくちゃかわいいよね。かわいい。キラキラだ。そう、キャンディーがね、ギター、出てる。そう、あの、ここが、このマークがね、マークが置いて置いて。見たい見たい。あ、そうだね。あ、かわいい。ポップな感じで、めちゃくちゃポップだね。かわいい。じゃあ、そしてもう一つはリンリンさんのベアベアベアマズリウムでーす。めっちゃおしゃれ。クマちゃんが描いてあるよ。すっごい、めっちゃかわいい。かわいい。よし、置いてくよ。わー、かわいい。クマちゃん、すごいスタイリッシュじゃない。ね、なんか緑とオレンジがめっちゃかわいい。かわいい。かわいい。じゃあ早速やっていこうかな。じゃあ2枚で遊んでいきます。よし、結構真逆のイメージな。確かに確かに合うね。合うね。うわー、かわいい。かわいい。すごい。あります。最高。丸い色がね。確かに。おっ、ニールだ。ニールのネイル。かわいい。リップ。あ、すごい。オレンジ。ね。はい、めちゃくちゃかわいい。私も知らない秘密の私。あ、今日のコーデはかわいい。スイーツ。スイーツだ。ベレー帽。ベレー帽超かわいいよね。めちゃくちゃヘアカラーばっかり。心開いてステージに。ダイヤとクローバーだ。頑張る。かわいい。待って、かわいいよ。やばい。かわいい。初めてだとね、難しいけど。そうよね。あ、来たよ、来た。これは、あれですね。やー、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 
バクバクしてる。かわいい、すごい個性しかなかった。かわいいね、かわいい。こお、あ、厳しい、厳しい、ちょっと待って。でも合格、でも合格しすぎた。合格、やばいやばいやばい。でも合格もらいました。あ、よかった、やった、かわいかった、かわいかった、かわいかった、よかった。でもバズリウムチェンジできなかったのがちょっと悔しかったな。でも可愛かったからいいか。おい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 、バズリウムチェンジ見せられなくてちゃんと魅力は伝えられてるのか。バズリウムチェンジみんな見たいと思うんだよな。若菜もこのままじゃ悔しいんじゃないのか。悔しい、もう一回やりたい、お願い。そうだよな、アイムも見たいもん、バズリウムチェンジ。うん、私も見たい。よし、じゃあ今度はバズリウムチェンジも目指してプレイしてみるんだ。よし、頑張るぞ。頑張って、うん、よし、それじゃあ悔しいのでもう一回リベンジしていきます。頑張って、頑張るよ。バズリウムチェンジさせるよ。いけるいける、見せて、ね、頑張る。ゆるん、あ、カマキさんのレディーフライト。わぁ、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、ね、次はジンリンさんのベアベアベアバズリウムでやっていきたいと思います。よし、見たかった、いくよ。はい、あ、ポーズかわいい、美しいね、バズリウムしかと思ってくれ、素敵。よし、じゃあそしてアイリさんのレインボーチャンディバズリウム。うわー、楽しそう、じゃあ2枚で頑張ります。次こそは真剣にね、いけるよ。真剣だったけど、そうだよ、ね、もっと真剣に。ユミさんの方だ、ユミさんのクエルチェンジザライブが見れる。かわいい、オレンジ、オレンジ、クマちゃんついてる、かわいい。あ、お口かわいい、お口かわいかったね、今ね、すごいかわいかった。私も知らない秘密の私、今日のコーデはベアベアベア、フリルとメルヘンのミックスで気分は夢見る乙女、教えて私の秘密のミラクル、ね、どうぞ心開いてライブスタート、スタート。始まっちゃう、あ、お尻、お尻、フリフリしたくなるよね、フリフリしたくなるよ。ツンデレさん、めっちゃ可愛いよ、ワイプで。よしよしよし、うわっ、できた、あー、やばー、頑張れー、見える、見える、見える、俺は信じてたぞ。おお、ありがとう。やればできる子だよ。
うん、これで改めて二人のライブを見てみんなどう思った？めちゃくちゃやっぱり可愛かったよね。ねえ、やっぱさ、バズリームチェンジ後のこの新ブランドのレインボーキャンディーとビアビアビアのバズリームチェンジのコーデもすっごくキラキラで可愛かったよ。可愛かった。しかもさ、クマちゃんとさ、アメちゃんもいっぱいついてて、ね、ついてた。ね、超可愛かったよね。可愛かった。モチーフといえばさ、ステージなんだけど、さくらさんと玉木さんのステージも、ハートとスペードのモチーフがついてて、そうだ、この2人はさ、クローバーとダイヤのモチーフがついてたよね。本当だ。生徒会で4つのマーク揃うってことだよね。ねー、すごい、豪華だね。共通点だよね。ねー、素敵だ。いいね。ねー、早くさ、アニメでもライブが見たいね。見たいね。確かに2人のさ、関係性とかも気になるよね。気になる、アニメで2人のいろんなね、一面を見られる日が来るの楽しみだな。そうだね。よし、それじゃあみんなも秘密のアイプリン3弾楽しみにしててね。うん、8月1日木曜日から始まるよ。それじゃあ